北千住駅。北千住駅は、東京都足立区千住朝日町及び、千住2丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロ、東武鉄道、首都圏新都市鉄道の駅である。東京23区の北東部、足立区の南西部に位置する千住地区中央部にある。千住塾は、江戸時代から、日光街道の宿場町として発展した。 北千住という名称は、千住のうち、墨田川北側に位置する北組、中組を捉えた呼び名であり、行政地名としては存在しない。当駅には4社5路線が乗り入れており、JR 特急以外のすべての旅客列車が停車する。各線総合間の乗り換え客が多い。足立区最大のターミナル駅として機能しており、交通の便は極めて良好である。2000年以降は、 駅周辺の再開発が進み、大型商業施設と大学が、駅と保健内に新設され、駅前広場も整備された。2015年から2017年にかけて、穴場だと思う街ランキングで、第1位を記録している。東京メトロは、千代田線、日比谷線の2路線が乗り入れている。千代田線の列車は、常磐線、各駅停車と小田急線との3車直通運転を、 行っており、日比谷線は東駅を経由して、東武スカイツリーライン直通運転を行っている。また東武スカイツリーラインは、日比谷線以外にも、押上駅、渋谷駅を経由し、東京メトロ、半蔵門線及び、東急田園都市線との直通運転を行っている。東駅は1896年、明治29年12月25日に、 日本鉄道土浦線の駅として開業した。3年後の1899年、明治32年8月27日に、東武鉄道発の路線となる、伊勢崎線が東駅区域駅間で開業し、乗り換え駅となった。日本鉄道は1906年、明治39年11月1日に国有化され、1909年、明治42年に、常磐線に改称された。 この後、接続路線は60年以上にわたって、この二路線であった。常磐線のターミナル駅は、上野駅、東武伊勢崎線のターミナル駅は、浅草駅で、東駅の乗車人員はこれらの駅よりも少ない、状態が続いていた。1960年代に入って、大きな転換期を迎える。まず、1962年、昭和37年5月31日に、 英断地下鉄日比谷線の駅が開業し、当駅を介して、東武伊勢崎線との直通運転を開始した。直通運転開始後は、東武伊勢崎線の乗車人員が大幅に増加し、伊勢崎線のターミナル駅としての座を不動のものにした。さらに、1969年、昭和44年12月20日には、英断地下鉄千代田線の駅が開業、当駅は4路線が乗り入れる駅となった。 ラッシュ時は乗り換え客で溢れえるようになり、乗車人員だけ見ると山手線の主要駅と肩を並べる規模にまでになった。特に東部伊勢崎線、栄団地下鉄日比谷線のホームは乗り換え客や始発を待つ列で動線が干渉し、身動きが取れないほど混雑することもあった。ホームを拡幅するだけでは対応に限界があったため、1992年、 平成4年から大規模な改良工事が実施されことになり、1996年、平成8年7月23日から、浅草方面系統のホームと日比谷線系統のホームが改装で分けられることになった。一方で、当駅周辺は密集市街地が形成されており、土地の高度利用が課題となっていた。都市機能の更新を図るべく、1987年、 昭和62年には西口に市街地再開発事業が都市計画決定され2004年平成16年2月に千十ミルディスが開業した西口駅前交通広場にはペデストリアンデッキが設置され駅前広場が拡張されたことにより交通結節点としての機能性が高まったまた2005年平成17年8月24日に 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線の駅が開業したことにより、当駅は五路線が乗り入れる駅となった。2008年、平成20年には、それまで開発が取り残されていた東口に、地区計画が都市計画決定され、2012年、平成24年に、東京電機大学東京千住キャンパスが開校した。これに合わせ、当駅の東口に副名称として、 電王口を導入した。2013年、平成25年には、東口駅前交通広場が完成し、バス路線も開通している。JR 東日本、東京メトロ、東武鉄道の改札口は、各社別にあるが、地下を通じて改札内でつながっている。首都圏新都市鉄道の改札口の見た車線と、つながっていない。 自動改札機での乗車券の対応度が異なっており、東京メトロ千代田線乗り場を掲げる地下、乗り場改札口は東京メトロ JR、東部のいずれにも対応しているが、JR は JR のみ、東部は東部、東京メトロに対応している。なお、IC カードはどの改札口でも対応している。例として、東部線内でパスモで入り、JR 改札口をタッチで出ることは可能。 また、そのまま JR 線に乗車した場合でも、北千住の理科への運賃が下車駅で自動生産される経路や下車駅により異なる場合もある。同一事業車線が複数の部分に分かれている関係上、地上乗り場、JR、東部、東京メトロと地下乗り場の間に中間改札はない。かつては中間改札窓口があり、 友人の中間改札口も設置されていた。その後詰め所は閉鎖され、JR 線運賃の生産、スイカの対応や乗車券を購入する際は、正面の東京メトロ線改札そばの係員が対応している。窓口が閉鎖された後も、中間改札の設備は残存していたが、2014年3月に設備が撤去された。また、地下乗り場と東武線、 東京メトロ日比谷線との連絡通路の間にも友人の中間改札があったが、こちらも無人となり設備が撤去された。北改札口からは西口、東口、電王口と称する出入り口が2005年8月に新設された南改札口からは中町出口と称する出入り口がそれぞれある。中町出口側には地上階、 千代田線改札会域のエレベーターも設置されている。なお、北改札口のコンコースは、東側は東部、西側は JR の駅舎で、隠れ入り口の駅の車掌、ロゴは、それぞれの、もしか形出されていないが、コンコース間はそのまま繋がっており通り抜けられる。つくばエクスプレス線の改札口は、JR、東部線の間に割って入るように存在している。東部、 東京メトロの改装を基準にすると B2 階は、千代田線、JR 常磐観光線のホーム B1 階は、千代田線、JR 常磐観光線の改札、コンコース外1階は、JR 常磐快速線と東部伊勢崎線ホーム2階は、JR、つくばエクスプレス、東部、日比谷線の改札、コンコース外3階は、日比谷線のホームとなる JR、 首都圏新都市鉄道の改装基準は並立するルーミネと同じで、2階は JR 常磐快速線のホーム、3階は改札、コンコース、4階はつくばエクスプレス線のホームとなる。東京メトロ、千代田線のみホーム、改札口が地下にある。なお、ホームの番号は連続しておらず、管理者ごとに一番線から降っている。このような駅の構造上、 IC カードを利用して大手町駅や表参道駅まで乗車する場合に、千代田線経由か東武線、半蔵門線経由か区別できないという現象が生じている。この場合、運賃は全車のものとみなされて計算される。また、同様にして、東駅から中野駅園まで乗る場合に、東西線経由か JR 線経由か区別できなくなっている。この場合、 入場駅、出場駅が、いずれも、共用駅、改札内を共有する駅、綾瀬、北、千住、中野でない、JR 線の駅の場合は、後者、いずれか一方でも、共用駅の場合は、前車とみなされる。また、西船橋駅以遠の JR 線まで乗車する、場合でも、東西線経由の運賃が適用される場合がある。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。上下線の間に上下共用の対比線を一本設けた、いわゆる国鉄式で2.3番線が島式ホームである。原則として、下り列車は1番線、上り列車は3番線に停車するが、当駅で通過列車を待ち合わせる場合は、上下とも2番線を使用する。 朝ラッシュ時間帯は、上り方面では、通過待ちがない場合でも、快速電車取りで、成田始発の緑帯の電車が2番線に停車する。京城駅舎を有している。地上の JR 改札口の自動券売機では、東京メトロと JR の運賃に関する取扱いの関係で、綾瀬駅までの乗車券を発売しておらず、千代田線乗り場で購入するよう案内されていい。ただし、 ここから140円の JR 乗車券で入場した場合であっても綾瀬駅で下車することはできる。JR 常磐観光線については地下鉄千代田線乗り場である地下ホーム2番線から乗車することになる。ホームの上の寄りの階段から連絡しており、改札を通らずに直接行き来できるが、この際地下ホーム及び綾瀬駅までを東京メトロの施設を利用することになるため、 様々な案内放送、表示がある。出店、JR 東日本、駅構内図、島式ホーム一面二線を有する地下駅。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線が開業するまでは、足立区唯一の地下駅でもあった。東駅や野生機間は、厳密には、東京メトロの路線だが、運賃計算上の二重古席区間であり、JR 常磐線の快速と、 各駅停車の連絡駅としての役割もある。このため、首都圏 IC カード相互利用サービス開始前から、改札機でのスイカ及び、西日本旅客鉄道 JR 西日本が発行する愛子化の利用が可能だったほか、パスも導入後も IC カード十種相互利用開始前からスイカと相互利用している IC カードで当駅、綾駅間を乗車することができた。この例外は、 東京メトロの駅では、東駅と綾瀬駅のみ取扱いであった。ただし、運賃計算上の規定により、相互利用に対応していないパスも事業者では使えない、C カードが使用できる状態にある区間は他にも存在していた。自動券売機では、鳥出駅までの運賃に相当する550円までの JR 線及び東武線の乗車券も発売する。 JR 線では成田線東阿び湖駅までの運賃に相当する500円の乗車券と140円の乗車券は丸いルミ直結の改札を除き発売していない。センジュミルディス改札口は東武鉄道の券売機は設置されておらず、東京メトロの券売機で東武鉄道単独の乗車券を発売する。それ以外の改札口は 東武鉄道の券売機は別途設置されているが、IC カードの利用はできない。JR 乗車券の券売機は、東京メトロ線、東武線の券売機と別個に設置されており、IC カードのチャージができない、センジュミルディス改札口のみか、併設する東京メトロの機器はか、自動生産機は、センジュミルディス改札口には設置されておらず、有人改札での取り扱いとなる。 JR 線で、上野、日暮里、三河島方面から東駅の2階で、綾瀬駅まで乗車した場合、JR、東京メトロ間での会社乗り継ぎによる、運賃加算は発生しない。また北綾瀬駅に向かう場合、JR 線乗車駅から、綾瀬駅までの運賃綾瀬、北、綾瀬間の東京メトロ170円、IC カードは165円の運賃となる。ただし、 当駅からでも170円、IC カードは165円なので、綾瀬駅までの JR 運賃が異なる場合、当駅で一度改札を出場してから再入場するということもできる。なお、当駅や綾瀬駅間のみを乗車する場合は、特殊区間として、運賃は、東京メトロの初乗り運賃、乗車券170円 IC カード165円で、なく、JR 東日本の電車特定区間の、 初乗り運賃と同額の乗車券14円、IC カード133円が適用される。この区間のみを乗車する場合は、東京メトロを利用したものとみなされるので、乗車券は東京メトロの券売機で発売しており、JR の切符売り場でも、綾瀬までの乗車券は、千代田線切符売り場で購入するように案内している。また、IC カードによる入場時の必要残額も、 同様の理由で133円となっている。首都圏新都市鉄道への乗り換えのみ一旦改札を出る必要がある。定期券売り場のそばに通路が新設され、中町口の出入り口を経由して南口改札に繋がっている。外に出ることはないので、ゲリラ豪雨などの激しい雨でない限りは濡れずに済む。地上街、南口改札海域のエレベーターがある。また、 JR 線経由の場合は、連絡通路を通って、地上の JR 南口改札を利用することも可能である。平日朝ラッシュ時の一番線ホームは混雑を極める。特に常磐線各駅停車から続く電車は大量の積み残しが出る。ただし数本存在する手前の綾瀬始発の電車は比較的空いているため、これを待つ乗客もいる。 駅のアナウンスでも次の列車が、綾瀬発の場合はその列車に乗車するよう進める。案内をするほか、この時間帯に限り、一番線ホームの発車案内表示器の種別表示の箇所に、両発と赤く表示される、始発列車の場合のものと同様、時刻表にも綾瀬始発の表記、三角がされている、時刻表は全時間帯で記載。なお、当駅と自駅の町合駅では、 平日朝ラッシュ時の再混雑時間帯は、発車ブザー終了後に、すぐにドアを閉める。駅、トムカンク所在駅であり、北千住駅、ストムカンクとして、北千住地域、南千住地域、新お茶の水地域を管理する。出店、東京メトロ、駅構内図、東武鉄道は1899年、明治32年に東駅より、区喜駅まで開業したため、 当駅に0キロポストが設置されている。当駅からの下り列車の本数は、当駅始発及び東京メトロ日比谷線、半蔵門線からの通列車が加わるため浅草発の本数に比べて2倍近くに増え、東武伊勢崎線の都心側拠点駅となっている。当駅は東京メトロ日比谷線の起点でもあり、東武スカイツリーラインと東京メトロ日比谷線は、当駅を境に、 相互直通運転を行っている。駅の管理は東部が行っており、駅名標もすべて東部のフォーマットに準拠している。別に設置されている東京メトロの券売機で、東京メトロの乗車券、片道乗車券、回数券、連絡乗車券、追日券発売しているが、IC カードのチャージには、北用で、綾瀬駅までの乗車券、140円は発売していない。 押しげ経由地下鉄、半蔵門線方面の乗車券は、東部の券売機での発売となる。前日の通り、改札内が、東京メトロ千代田線、JR 常磐観光線乗り場と繋がっているため、IC カードによる入場時の必要残額、最低も133円となっている。1.2番線、1階東部スカイツリーライン下りの小菅方には、 特急列車の乗車専用ホームを備える。特急ホーム手前には、中間改札と特急券売り場が設けられている。特急券売り場には、パスも追加対応の特急券券売機以外に、ポス券もしくは貢献の入場券を常備する、有人窓口がある。また、この窓口に限り IC カードには対応していない。1階ホームと3階ホームとの乗り換えには2分程度の、 時間を要する。2階は改札口及びコンコースになっており、飲食店、書店などの店舗、売店が出店している。発車メロディは2010年12月1日より1階、全ホームと3階ホーム5番線で導入された6.7番線は導入後も東京メトロ仕様の発車ブザーを使用。東武スカイツリーライン内の中間駅で導入されたのは西新井駅。 引船駅に次いで3駅目である。なお、特急ホームでは、浅草駅と同じ、パッセンジャーの、フェードアウトバージョンを使用している。2017年12月14日より、東武鉄道管轄コンコースで、BGM 試験放送が開始し、2018年4月17日には1階ホームへも、範囲を拡大した。同年11月30日には新加賀駅ともに、 本放送として開始した、レフネムイコール RAILF.jp スラッシュ NEWS スラッシュ2018スラッシュ11スラッシュ30スラッシュ161000リフ。改札内に、駅中店舗が、数多く出店している。出店、東武鉄道、駅構内図、東京メトロ、駅構内図。1996年7月23日まで。 当駅のホームは1階のみにあった。日比谷線との直通運転を開始してからは、2面4線のホームの内側が A 段地下鉄日比谷線、外側が東武伊勢崎線という一般的な直通駅の形をとっていて、相互の乗り換えの利便が図られていた。さらに、伊勢崎線上り、下りホームの浅草寄りに、切り欠き状の対比ホーム、通称予備ホームがあり、 実質的には2面6線の配線であった。下り列車の場合、当駅で通過、接続待ちを行う列車はまず対比ホームに入線して、降車客を下ろし、特急、快速列車、優等列車の待ち合わせた後に、前方の一般、無に移動して、乗車客を乗せるという形態であった。なお、上り列車の場合は、駅発車後に対比ホームに入線し、ドア扱いはせず、特急、 快速列車の待ち合わせ後にそのまま発車する形態となっていた。1990年頃に混雑緩和の一環として、上りホームが拡張された。この対比ホームにも番号が付けられており、上りは8番線、下りは7番線であった。このような構造は2014年現在でも、京急蒲田駅で見られる。なお、対比ホームは改良工事が進捗する際に廃止された。 その後改良工事が進行するまでは、牛田駅東駅間の千住分岐点付近、現在の引上げ線付近にあった線路類を利用し、対比線を設け、そこで特急、快速列車を対比していた。発車案内表示器は、東武動物公園駅と同じ反転フラップ式、案内表示器を使用していた。また接近表示器も設置されており、列車が接近すると、電車が来ますと、 赤文字で点滅していた。この接近表示器は、竹の塚、北越谷、下り線のみ、大袋、東武動物公園の各駅に移植されたが、このうち北越谷駅は高架化に伴い、また大袋駅は、京城駅化により共に撤去された。当時の乗り場は、以下の通りである。番線は、上番線ホームの続番、当時、三番線はなかったであった。 島式ホーム一面二線を有する高架駅でホームドアが設置されている。なお、首都圏新都市鉄道において東京都内唯一の地上駅となっている。3階にコンコースがあり、ホームは4階にある。改札は北改札、南改札の2カ所である。青い方に保線基地があり、その先には非常用の両渡り線がある。この両渡し線は、 2016年10月15日実施のダイヤ改正で当駅始発普通や潮行きが終電車1本前に設定されたため、これに充当する送り込みの列車が使用している。駅勤務管理所所在駅で北千住駅勤務管理所として、当駅南流れ山駅間の各駅を管理している。ホームになっている場所は、かつての貨物用地で、 東武伊勢崎線と常磐線の連絡線があった。出店、首都圏新都市鉄道、駅構内図、各社合計の乗降人員は約155万人、2016年度であり、年間乗降人員は約5億6千万人。これは、新宿駅、渋谷駅、池袋駅、大阪、梅田駅、横浜駅に次いで世界6位の規模である。 各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り、東武鉄道、東京メトロのみ。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗り換え人員は、下表の通り、東武鉄道、東京メトロ、首都圏新都市鉄道のみ。2012年に東口に隣接して、東京電気大学が開設され、駅周辺は、 学生街として賑わう。この他にも、西口は、帝京科学大学が、東口は、東京未来大学が、中町口は、東京芸術大学がそれぞれ徒歩圏内に立地している。当駅の開業時から設けられた出入り口である。当駅と日光街道を結ぶ、駅前通りはアーケードが整備されており、商店街となっている。2001年から2004年にかけて、 北千住駅、西口地区第一所市街地再開発事業が実施され、ペデストリアンデッキとバスターミナルが整備されている。駅前ロータリー北側は、再開発ビルとして、千住ミルディスが立地しており、2004年2月に、各テナントとして、北千住マルイが開業している。伊東洋華堂ザ・プライス発祥の地でもあり、第1号店があったが、建物老朽化により現在は、 建て替え中。テレビドラマ、三年 B 組、金八先生や、親子ゲームで登場する荒川の堤防は、JR 線ではこの北千住駅東口が最寄り駅である。当駅周辺も撮影現場として登場している。堤防には、サッカー場や野球場が複数面作られており、堤防沿いにサイクリングコースが設定されている。夏には、花火大会が開催される。 2008年から日本タバコ産業社宅跡地に千住朝日町地区計画が策定され、2012年4月に東京電機大学東京千住キャンパスが開設された。2013年2月に交通広場が整備され、同年3月からバス路線が乗り入れるようになった。2005年のつくばエクスプレス開業時に共用を開始した出入り口であり、 西口の南側に位置する。東口、電王口乗り場に発着する柳原病院、東京未来大学、南千住駅東口方面への京成バス以外の路線バスと高速バス、深夜急行バスは西口バスターミナル発着である。主に都営バス、千住、北営業所、O45 のみ、東部バスセントラル、新日本観光自動車の路線が発着している。 1>, 1番から4番乗り場は、バスターミナル内、5番乗り場は、千住ミルディス、丸い脇、6番乗り場は、バスターミナル向かい側千代田線2番出口前となる。なお、5番乗り場は隣接する2箇所に分かれているため、便宜上 AB で区別した。現在の形態になる前は、2番から4番乗り場が、駅前通り、北、ロード千住の南側歩道上から発車していた。 また、同じく駅前通り、北、ロード線 10, 10の北側歩道上には校舎専用の看板が設けられていた。東口、電王口には2013年3月25日より、柳原病院、東京未来大学、南千住駅東口方面への京成バスが乗り入れている。平日のみ、線上橋駅方面から来た場合、及び、 かつ学童病院前方面に向かう場合、駅前通り、北ロード線10条に設置されているバス停、駅前通りで乗り降りするのが近い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。